東宝が送る豪華巨編蜘蛛の巣城。その森に囲まれ、猛獣の霧渦を巻く城、蜘蛛の巣城。権力の座、その権力の座を争う者、そしてそれを血であがなった者の末路は、血で血を洗う戦国絵巻。そしてまたここに、権力に疲れ血に狂う女。殿の行く道はただ二つ、じっとこのまま大殿に斬られるのを待つ、大殿を殺して蜘蛛の巣城の主になるか。主君を殺し、腹心を殺し、また友を殺し、また手を取修羅猛襲の果てに狂い死にした蜘蛛の巣城主鷲津武時の怪奇な一生。